もすごい良くて、あの美味しいのに気づいたりとか、そうそう、最近好きなんですけど、好きな食べ物でもね、なんか本当に大人になるにつれてどんどんこう味覚っていうか美味しいと思うものが変わってきてる自分がいて、それこそわさびとかお寿司屋さん行って絶対サビ抜きで頼んでたのに、最近わさびないとお寿司じゃねえみたいなことを言えるようになってきた自分がいたりとか、それでもどうしても食べられないのは関西人、あのそのままですけど納豆して、あの匂いだけはね、もう本当になんか他で栄養を補おうかなっていつも思うくらい食べられないんですけどね、もうそんな感じですけども、さて今日はですね、メイン授業テーマ、星の
早く買わねば買わねばと思っているんですが、なかなか決断に踏み切れません。買おう？これすぐ買おうよ。やっぱ見えないといいなし、買ってもね。わかるけど、そういう時あるよね。確かにあるんだけど、ブルーレイの方がやっぱりね、一旦見てしまうと DVD にちょっと戻りにくいんだよね。私自身もこうやって見たい DVD とかブルーレイとか出したりするじゃないですか。で、どっちもね、もちろん作品としていいものになってるし、どっちでも大丈夫なんですけど、例えば車の中で見たいとか DVD で見たりとかすると思いますけど、でもこう編集してる時って一番いい画像で見てるので、ブルーレイもさらにね、こうもっといいものに見てるから、ちょっと家庭用としてる感じがするわけです。 DVD になった時も、あ、そっか、もう少しもブルーレイだとここまで綺麗に見えるのかなっていうふうにこう思いながら見ちゃうので、全部こう両方知ってるとブルーレイがおすすめになってきちゃうんですよね、どうしても。ということで、ぜひ私のおすすめはシリットっていうブランドのね、お鍋で、この番組で前から何度もおすすめしてるかもしれないんだけど、ちっちゃいこうミルクパンじゃないんだけど、スープ用のお鍋みたいな、本当にちっちゃいサイズになるんですよ。それが本当にもちろん煮る、焼く、炒める、あとまあスープ作るもできるんだけど、本当にちっちゃいけど底が深いので、簡単な串揚げとかそういうのは全然対応できるぐらいのものなので、うちもこれがあるからいつでも揚げ物できるなって思うのはやってないんですよね。まあ、それちょっと一回見てみてほしいなと思います。で、私はその煮る、焼く以外に蒸すを最近手に入れたので、前も言ったけど、せいろ蒸しを買って、買ってもらったんだわね、ライブのスタッフに誕生日もらったから、ほぼ毎日何かを蒸していますけど、揚げるの前にね、蒸すをね、お話はちょっとやってくださいね。本当に感動するんで、卵もそのまんま蒸し器に入れて5、6分、そうするともうゆで卵の火じゃない柔らかい半熟卵ができるんですよ。で、しかも濃厚な味でね、いやー、これはちょっとやってみてほしいですね。ぜひ蒸すも考えていただきたいと思います。ということで、身の回りのもので何か欲しいもの迷ってるっていうお話を伺ってきたんですが、5月もう終わってしまいます。来月6月の月間テーマは番組のエンディングで発表したいと思います。ではここでもう一曲、坂本真綾コーネリアスの楽曲を聴いていただきたいと思います。あなた